おはようございます。2012年10月26日金曜日、6時5分が20分になりました。おはようございます。今日はですね、ちょっと諸事情により朝からね、とわたわたしちゃってですね、6時20分になりました。申し訳ないです。15分遅れでスタートしておりますけれども、さて、ですね、今日は、金曜日26日で、いよいよ Windows 8の発売で、昨日はなんか秋葉原の方とかは、前夜祭とかつってなんか盛り上がってたみたいなんですけども、それはそれで、さておいて、8はね、発売されればいろんなところからいろんなことが発表されてくるんでしょうけども、どんなノートパソコンが出てくるのか、そっちはね、かなり興味あるんですけども、それに先駆け、その前日にオープンした Amazon のショップですね、電子書籍の Kindle ストアの方の話からに関連する話からピックアップしました。IT メディアニュースからですが、 Amazon 書籍に Kindle 化リクエストボタン、ということで、昨日からですね、Amazon 日本語版、日本の Amazon のところで、ですね、 Kindle の対応の書籍販売というのがスタートしてですね、 Kindle 本というその検索分類項目もカテゴリーですね、もう出てきてですね、でそこを選べば Kindle で読める書籍っていうのがダーッと出てくるんですね。1万4000ぐらいあったかな、全タイトル。かなりの数がやっぱり揃えられていて、で、かつですね、全部Kindle 本の方が、電子化された方が安いんですね。何パーセントオフっていう、紙媒体よりもこれだけ安いですっていうのが、出てきているんですよ。まあ、その辺がね、もう Amazon らしいなという感じなんですけれども、で、それとですね、プラス、これはね、Amazon ならではだなと思ったのは、この Kindle 化リクエストボタンですね。この本を、Kindle 化してほしいと、要は電子書籍にしてほしいっていうリクエストボタンっていうのがくっついて、でそれをクリックするとですね、そのリクエストがこれだけあったよっていうのを出版社の方に、あるいは出版社ですねの方に送るようになっているということで、まあ、これはある意味出版社にとってはプレッシャーですよね。さすが、これはAmazonはよく考えたなと思います。こうすることによって、ユーザーが何を願ってるのか、で、またその、ね、どういう本を電子書籍にすれば売れるのかっていうのが、やっぱり見えてくるわけですね。で、具体的にユーザーがこういうリクエストを出してるっていうのが見えてくれば、やっぱり出版社としても考えざるを得なくなりますよね。その方が売れるのが分かってるんですから、そうすれば当然ながらどんどん電子化していくという動きになっていく。このあたりはさすがやっぱり金アマゾンですねと思いますね。で、ちょっといろいろうだうだというかごたごたした楽天のコボですよね、なんかも同じことが楽天ブックスがあるんで同じことができるはずなのに、こういうことをやっぱ考えなかった。で他のいろんな書店の電子化とかにしてもやっぱり花からその電子書籍を販売する専門の店としてスタートしたところが多いので、なかなかこのリクエストっていう考え方は難しかったというのもあるし、だからできるとしては楽天ブックスができたはずなのにそれをやらなかったっていうね。で他の出版社とかにしても、まあ出版社がやるのっていうのはちょっとね、いろんな大人の事情があるので難しいかとは思うんですけども、ただこう楽天ブックスはやっぱりこれ見てやられたって多分思ってると思います。 Amazon はこのあたりはこういうことを思いつくところがやっぱ Amazon らしいなというのは、なかなかねこの発想をできれば多分その楽天ブックスなんかも相当こうね変わるんじゃないかなと思うんですけど、多分、もうちょっとしたら楽天の方もなんかコボカーボタンっていう
コボカリクエストとかいうのが出てくるんじゃないかなと勝手に思ってますけど、多分なんか出てくるような気がします。いやー、こういう発想やっぱりね、もっと柔軟に、頭を柔軟にして、でその、読者がどう願ってるのか、読者は何を望んでるのかっていうのをどう吸い上げるかっていうね、仕掛け、やっぱりこのあたりがそのソーシャル的なこう意味合いですよね。その双方向性だとか、ユーザーが、他のユーザーがどういうふうに思ってるかっていうのにこう影響されて、またこうリクエストのボタンを押すっていう、そういう仕掛けをね、うまくこう作っていくっていうところが、今のそのビジネスの進め方じゃないかなという気がします。なかなかこれはね、面白いアイデアだなと思いましたので、今朝は紹介しました。ということで、今日はいよいよ Windows 8の発売日、なんですけれども、さあこれからますます来月がね、いろんな端末は出てくるし、いろんなサービス始まるしで、面白くなってくるんじゃないかなと思います。まあ、ただ、日本のね、その記事とか新聞記事とかいろいろ見てると、どうもハードウェアの比較ばかりが多くて、サービスの本質のところまで見抜いてちゃんと記事にしないとですね、なんかハードばっかり比較しても意味がないんですよね。本当はその後、買った後どう利用するか、利用できるか、どこまで使いこなせるのかっていう、そこのそのサービス全体として考えなきゃいけないのに、どうもそのハードウェアの比較とか値段の単純な比較とか、ちょっとね、その辺は残念な記事が多いですし、あまりそういうところに惑わされないようにして、本当に自分は何をしたいのか、何が使えるのかっていうところでこう判断すればいいんじゃないかなというふうに思います。さて、そんなところで、もう6時27分になっちゃいましたね。今日はもうほとんど半ですけれども、遅れてすみませんでした。ということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。